青木コニは、江戸時代中期の、爆心御家人、書物奉行、受学者、蘭学者。さつまいもの普及を図り、官書先生と呼ばれる。名は、厚し書字は康介、通称は、文蔵、コニと合した。江戸日本橋小田原町の魚屋、つくや繁栄門の一人息子として生まれる。浪人として、京都の受学者である。 伊藤東,東外の古儀堂に入門して、儒学を学ぶ。江戸町奉行所よりき、加藤江直夫と懇意で、教法18年に、加藤の水挙により南町奉行、大岡忠助に取り立てられ、幕府書物の閲覧を許される。1732年に起きた、教法の大飢饉は、西日本に、甚大な被害をもたらしたが、伊予松山藩だけは下見吉十郎が薩摩から、 持ち帰った干渉によって、難を逃れた。こうした事例を目にした江戸幕府八大将軍、徳川吉宗は、飢饉の際の急行作物として、サツマイモの栽培を今用に命じ、小石川薬園と下宇佐国千葉軍幕割村と、上佐国山部軍不動堂村とで試作させている。この結果、それ以降、関東地方や離島において、サツマイモの栽培が普及し、 天命の大飢饉では多くの人々の命を救ったと評される。教法20年、シベル諸行を発表した。原文元年には、サツマイモお用がか係を拝命し、身分が爆心となった。今夜のさつまいも施策が関東における、普及の直接の理由なのかどうか、佐藤信弘の指摘に見られるように疑問視する説もある。だが、今陽が同時代にすでに、 サツマイモを代名詞とする名声を得ていたことは事実である。後世干暑先生と称され、墓所の滝泉寺には干暑先生の墓がある。また、干暑の試作が行われた幕張では今陽神社が建てられ、今陽は芋神様として祀られている。九十九里町には、 関東地方干所栽培発祥の地の石踏みが建てられている。原文4年には御書物御用達を拝命した。今陽は、さつまいも栽培から離れた。自社奉行となっていた、大岡忠助の配下に加わり、甲斐、品野、三河など、徳川家給料の古文書を調査し、在野の家造文書を収集して、遺書書を研究。 今陽は収集した文章を分類して書写し、書集古文書としてまとめた。今陽の研究に使われた原本は所有者に正しく、返却され、返却の際には、画像文書の重要性を解き保存を悟している。後紅陽山カバンを経て1747年には、表情所従者となった今陽は、1740年に、将軍吉宗から農路玄状と共に、 乱語学習を命じられ、オランダ語の習得に努めた。短期間ではあるが、オランダ人や乱語通詞のいる長崎に、修学のために赴いている。オランダ文訳オランダの自略校などの入門書や辞書を残し、ノロと共に、日本の乱学の先駆者となった。裁判年の弟子には、解体新書で知られる、前の両宅がいる。名は四年書持つ奉行を命ぜられた。 明は六年流行性官房により死去、去年七十二著書に、シゲル書行、オランダ文訳オランダ文字略行、経済産用、混用万録、草炉雑談など。国家金銀宣布は、本邦発の金銀古戦の目録である。一般的には、琉球や南西諸島を除けば、薩摩半領内で栽培されるのみであり、藩外への持ち出し禁止であった。 サツマイモが、青木今陽のサツマイモ施策の後、全国、特に関東に、その栽培が広まった、とされている。しかし、この点については、口述の佐藤信弘の指摘をはじめ、以下のような疑問詞をされている。いずれにしても、今陽の施策がなどから、この施策が、サツマイモの関東への普及にとって、画期的な事件であったと、位置づけられている。 佐藤信弘はその著書、草木六部公主法の中で、今陽のサツマイモ栽培法を、素法なる作法と批判し、今陽の種芋を直接地面に植える方法に対して、高温多湿な縄白を作り早い時期に収穫する方法を紹介している。この方法は、最近まで、関東各地で行われていた方法で、近世後期の関東地方の農所の多くが、 この栽培方法を記している。佐藤信弘の著書には独自の令和が多く、この金陽の栽培方法話が事実なのかすらも不明である。道路工事のために社殿は取り壊され、一時的に小森神社に移転した。2006年11月に新しく作られた、現在の社殿に戻った。青木今陽の墓今陽は、下目黒、大鳥神社の近くに別邸を持ち、 その墓は、東京都目黒区下目黒三丁目の滝、泉寺飛び地形大の目黒不動墓地にある。1943年5月1日に、国の史跡に指定された。墓石は今陽自ら、干暑先生墓と刻んだことぶきとである。毎年10月28日の縁日には、10月12日の命日を忍び、滝泉寺で干暑祭りが開かれ多くの参拝客で、 にぎわう。ありがとうございます。